私はまあ山の方で育ったんですけども、大洲の海に連れて行ってもらったですね、泳ぐのがすごく楽しい、子供の頃味わった魅力っていうのはずっと忘れないもんだなというふうに思います。大分県の中部に位置する大分市、古くから貿易や産業が盛んで、東九州最大の経済拠点として発展をしてきました。大友宗麟の時代、南蛮文化発祥の地と言われてましたけど、これはまさに大分の海がですね、西洋の文明を受け入れたその、入り口となったということでですね、それ以来の大分の歴史とか文化というのはこの大分の海がですね育んでくれたというふうに思っています。昭和40年代には大分港を中心とする新産業都市が建設され、現在では東九州の中で1位の製造出荷額を誇ります。また四国と挟まれた海域は豊後水道と呼ばれ、全国ブランドになっている関アジ、関サバをはじめ良質な魚が多く取れる天然の漁場になっています。しかしこの豊かな海にも最近では変化が起きているようです。ゴミがですね、海岸に流れ着いてきて、それをきれいにするというのは大変観光の面でもまた衛生の面でも大事でして、 NPO の皆さん、それして市民の皆さんがですねきれいにしていくという取り組みをしていただいているのは大変ありがたいことだなというふうに思っています。また豊かな水産資源を維持するために稚魚の放流活動や養殖の研究も盛んに行われています。これは今年からですね、クロメの養殖ということで、新たに研究開発を佐賀関で進めていただいておりまして、全国で言いますとまだなかなかブランドになっていませんでですね、ネバッとしていまして健康にもいいですし大変おいしい食材ですので、こういうものを増やしていく、そのためにも安定的にですね、供給できるような体制を作っていくということが大事でありますので、技術の開発というのに取り組んでおります。大分市民の皆様にまた海に対する関心を持っていただいて、海を大切にする、環境を大切にする、そういう心をですね、みんなで育てていっていただければありがたいなというふうに思います。海と日本。